はい、皆さんこんにちは、サンゼです。今回は 3D カメラトラッキングをやっていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、早速やっていきたいと思うんですが、こういった感じで空撮の映像があります。これに対していろんなテキストを置いていくことで練習していこうと思います。では早速 3D カメラトラッキングを撮りたいんですが、そのやり方はまずエフェクトの中に 3D と打ってください。その下の方にですね、 3D カメラトラッカーというエフェクトがあるので、こちらを映像のレイヤーにドラッグしてください。そうすると自動的にバックグラウンドで映像の解析が始まります。この間はもう待ってるだけですね。ここの部分が進捗が出るんですけど、ここに計算してるフレームが出ます。この映像が長ければ長いほどこの解析に時間がかかっていきます。はい、映像の解析が終わるとこういった形でカラフルなトラックポイントが出てきたのがわかると思います。これを利用してこの映像から 3D 空間を生成していきます。ではですね、こうパーッと見てみると、この映像は結構比較的トラックポイントの取りやすい、 3D トラッキングの取りやすいカットなんですが、ここにカメラとヌルを設定していきたいと思います。後々の作業をスムーズにするための方法があって、水平のポイントを3つ選択するんですね。その状態で右クリックをします。画面を右クリックすると、下から2つ目にグリッドと原点を設定っていうのがあるので、こちらをクリックしてください。こうすることで後々 3D 空間を作った時に、この中央の部分、この部分がセンターになります。ゼロのポイントになります。では実際にやっていきましょう。さらに右クリックをして、ヌルとカメラを設定という機能があります。こちらを作ると、ここに 3D カメラトラッカーという 3D トラッカーカメラというカメラが生成されたのがわかると思います。これはどういうことかというと、この映像を解析して、なんと 3D 上でカメラを作ってくれるんですね。すごい機能なんですよ。これトップビューで見てみると分かりやすいと思うんですが、ギュッとこういった感じで、こう映像からカメラワークをこう自動的に解析してくれるんですね。でこれで何ができるかというと、カメラの画面のサイズを大きくしますね。はい、ではテキストを打ってみましょう。サンゼとしておきましょう。でこの状態ではこれ今 2D レイヤーなので 3D レイヤーにします。こうするとちょっと違うところにピュンって一回飛んでしまうんですけど、この出したヌル、先ほど右クリックでカメラとヌルを設定で出したのが、ここがゼロのポイントになります。なので、まあ目印で分かりやすくヌル00とかってしときましょうか。はい、でここに今出したサンゼのこのテキストを紐付けます。ピックイップで親子付けします。そうするとこの文字に文字の座標が引き継がれるんですけど、いらない数字が入ってしまっているので、紐付けた後は全部レイヤーのテキストの位置を全部ゼロにしてください。そうするとこの紐付けたヌルの位置にテキストが移動します。ではちょっと分かりやすいようにサイズをグググッとでかくしてみましょう。こちらで再生すると、はい、なんとこの映像の中にテキストのレイヤーがもう入り込んだかのように、こう動きが同期しているのがわかると思います。もうここに置いてあるような感じですよね。はい、 3D トラッキングのやり方はもうほんとこれだけで、奥は深いんですけど、基本的なやり方はこれだけで十分です。あとはこのサンズのポイントテキストの位置を調整したりとかするだけで、こう空中に浮いているような表現もできたりします。はい、いかがでしょうか。この要領でですね、このカメラトラッカーを選択して、このポイントが出ている部分、このポイント、例えばですね、この奥のポイント、ここで文字を作りたい場合はここで右クリックをしてヌルを作成。そうするとまた同じ要領でヌルが作成されます。このカメラに同期した座標の位置がヌルでできるので、 A としておきましょうか。ヌルの A として、例えば他の文字をモーションとしておきましょう。わかりやすいようにちょっと色を青とかにしておきますね。でこちらを 3D レイヤーにして、この奥の
A に紐付けます。そうするとその後はこの余分な数値を紐付けた後の余分な数値を0にするとヌルの座標に移動されるので、この状態でグググッと大きくしちゃって再生してみるとどうでしょう。こういった感じでちゃんと奥行きがあるように、この3000の文字は手前にある感じ、モーションの文字は奥にある感じに見えますよね。こういう感じで現実世界の映像にどんどんこうモーショングラフィックスを足していったりすることもできるんですね。結構楽しくないですか。他にもですね、今丁寧にヌルを作成してからテキストをその位置にコピーしたんですけど、もっと簡単にやりたい場合はここの状態、このポイントをクリックしてヌルではなくてテキストを作成でも大丈夫です。ここにもうすでに位置がコピーされた、この座標の位置がコピーされたテキストが来るので、例えば 3D ここに直接タイプしちゃっても大丈夫です。ただまあヌルを一個一個出してやった方が、後々ここに例えば他の文字とか他のアニメーションをつけたい場合、他の文字をつけたい場合とかは、まあ、ヌルで紐付けていった方が意外と管理がしやすかったりもします。これはちょっと自分でいろいろやってみるとコツがつかめてくると思うので、どんどんこうトラッキングを取ってみてください。はい。最後に補足になるんですが、この 3D トラックっていうのは、なるべくこうカメラは動きつつも、その映像の中に動いてるものがあまりない方が精度が高いんですね。ここで言うと、例えばここに歩いている人とか、例えばその街の空撮とかだと、こう動いている人がいるとこう精度が悪くなってしまうんですよ。それだけ覚えておいてください。ちょっと映像の解析でこうなんて言うんでしょうね、ランダムな数値が出てしまうというか、ちょっと解析の精度が悪くなってしまうので、そういった場合はこう動いている人にトラックポイントが発生している場合はこういう感じですね。このクリックするとこう囲えるので、このポイントをデリートっていうことを繰り返していくことでカメラの解析がまた始まるんですけど、精度がどんどん良くなってはいきます。なるべくこう走ってる車とか動いてる人がいないショットの方が 3D トラッキングっていう作業はしやすくなります。はい、いかがでしょうか。こんな感じで現実世界の実写の映像にどんどんモーショングラフィックスやいろんなキャラクターなどをなじませることができます。 3D トラッキング思ったよりも簡単だったんではないでしょうか。標準でついてるエフェクトでもありますし、見た目的にもかなりインパクトのある映像が作れるので、皆さんどんどん練習してみてください。最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございます。短めの Tips もどんどん共有していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。